イクの銀山国知前に立つジャン・フランソワ・コアニエの共造ジャン・フランソワ・コアニエはフランスより招聘された親とい外国人技師の一人である兵庫県イクの銀山の近代化に人力の傍ら日本各地の鉱山調査を行ったコアニエはフランスサンテティエンヌの鉱山学校を卒業した後メキシコマダガスカルなど世界各地の鉱山を視察し1867年により 工業資源調査のために、薩摩藩によって招聘されていた。明治新政府は、官営鉱山体制を確立すべく、明治元年、江戸幕府から受け継いだ産業資産の一つである、田島国の育野鉱山の鉱材経営を近代化するため、小兄へは帝国主任鉱山技師として現地に派遣された。鉱山長、朝倉森明のもと、政府直轄となった、この鉱山を再興するため、 鉱山学校を開設し、新政府の技術者らも鉱山士として指導、近代的鉱山学の手法により当時の欧米先進技術を施し成果を上げる。高校の補強にフランス式組石技術を採用し、のみと、高ネだけの人力のみに頼っていた採掘作業に火薬葉っぱを導入、運搬作業の効率化を図り機械化を推進、軌道や巻き上げ機を新設した。 また、より近辺くらいの高い鉱石脈に目をつけ、採掘の対象を、それまでの道中心から近隣に変更するよう、進言した。さらに、精錬した鉱石その他の物資輸送のための、運ぶ事整備を提案し、行くの鹿間間に、福音六メートル、全長約四十九キロメートルの、当時としては、最新鋭のマカダム式舗装道路、行くの鉱残量は社道として千八百七十六年。 結実する、大阪の造兵量への積み出し志向である、鹿間港の改修なども指導し、発掘から積み出しまでの工程を整備した。着任当初の鉱山の混乱もあり一時離日するが、その後再任し、蒸気事業に本格的に取り組んだ。大倉京、大隈重信の官営鉱山抜本的改革についての諮問により、日本滞在中に各地の鉱山調査も合わせて行い、 1874年、日本鉱物資源に関する覚書を表した。1877年1月に任を解かれ、帰国。1902年、郷里のサンテティエヌにて67歳で死去。銀山現地には、コアニエの業績を称え、彼のブロンズ競像が立つ。当時、イクノの鉱山にはフランスから地質家、鉱山技師、夜勤技師、甲府、医師らが呼ばれ、 その総数は24名に達したという、中江主づり豊岡藩出身の工業家、幕府貨幣市から新政府の鉱山市役人に転じ、小兄へと共に銀山開発に尽力した。後に古川家の古門役を務め、小賀工業を大きく成長させ、独立した後、各地の鉱山を主柱にし、鉱山王とも呼ばれた。山林事業にも意欲的で成功し、協力。 と、洋化の事業や、更新の育成を推進した、広瀬西平別市銅山支配人、鉱山市付属市保として、住友家より出資、育野鉱山にて、黒色火薬を用いた近代的最高法や、夜勤技術を視察し、銅山の再生に、西洋技術及び近代的経営法の不可欠を、革新、1872年コワニエの別視察を要請し、 1874年エルラロックを雇用した。1876年別資金代課企業方針を打ち出し、改革に着手する。1877年、住友家の指名を受けて、初代、住友総理事となり、以降明治期関西財界の実力者となる。高島北海萩、明林館の出身で、明治政府公務省の技術官僚にしてがか。1872年から4年間、 陸の鉱山に勤務するコアニエからフランス語を学び、地水や山林、地質、植物に関する学問をもとに政府の命により、党、フランス南シーに渡り3年間滞在する元来絵画を好んだ彼は、当時アール・ヌーボーの機種であったエミール・ガレラと、こういう日本文化や植物に関する知識を紹介し、その信仰芸術に多大な影響を与えた。ありがとうございます。